山形村は岩手県北部の太平洋岸に存在した村である。2006年3月6日に旧、久慈市と合併して、久慈市山形町となり消滅した。山形村は沿岸と城下森岡を結ぶ野田街道が通り、古くより沿岸の塩を内陸へ運ぶ、塩の道として使われた。平庭高原の麓には、久野平正美の乱中に、 ふ巻ま助とくじしの合戦で、くじ直お軍300きが待機した馬寄せ平や、合戦が行われた、合戦場が地名として残り、戦には山形村からもその陶木が参加したと言われている。山形村は関文4年までは、盛岡藩に属し、以降は、八戸藩、くじ2に属した。当時は河合、下畑、小国、つなぎ、へろ町、日野沢、 にかるべの各村があり、関村には森岡藩と八戸藩の藩境として関湾所が置かれていた。明治2年には宮古湾海戦で敗れた幕府軍脱走兵75人が森岡に護送される、途中、関村に滞在しその間に森岡藩の役人100人、九時代官所から30人の役人が関村に詰めたと言われている。山形村の主な産物は金。 鉄、マンガン、牛馬、漆、木炭などで、特に工業は、江戸時代から盛んであった。八の平藩のお手山となった、金取り鉄山や、つなぎ鉄山、小国鉄山からは鉄を産出し、特に金取り鉄山は二号武器が多い中で、安世期に四号武器創業をして、高成績を上げた。つなぎ村の生まない金山、夏井の金山、深田金山、 小国金山などからは金が算出し、周辺の河川では砂金の採取も行われた。近代にはマンガンの採掘が行われ、交渉の数が岩手県か随一であった山形村には河合鉱山や小国鉱山など多数のマンガン鉱山が創業した。村内を鉄道路線は通っていない。 鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 東日本東北新幹線及び、IGR 岩手銀河鉄道岩手銀河鉄道線の岩手沼区内駅、あるいは JR 東日本八戸線及び、三陸鉄道北リアス線の久慈駅。ありがとうございます。